はい、皆さんこんにちは。元気なおじです。今日は2月8日日曜日、月曜日、どっち、日曜日、月曜日、月曜日だね。2月8日月曜日、時刻の方は9時31分です。寝る？いや、そんなわけでね、最新超ウルトラ最新ね、2021年、令和3年バージョン、最新バージョンの都市伝説誕生っていうことだよね。なんと楽天ミニとポケット Wi-Fi ポケット5000ポイント対象外っていうことだよね。今回投稿いただいたのはね、はい、こちらの方でございます。どんな内容だったの？ポケットとミニはポイント加減対象外ですよ。私も勘違いして申し込みましたよ。はい、こんなわけでね、おじいがね、朝起きてって言いながらね、見てたんだよ。ほったら一番最新にね、6分前の投稿で、ポケット Wi-Fi とミニは5000ポイント還元対象外ですよ。私も数日前に勘違いして申し込みましたって聞いてね、うーわ、ドカーンってことでね、おじいをびっくりしちゃった。ドカーンって感じで見て、おじいまだけ頭セットしてないよ、ほら洗って、もうバカさって感じでね、おじい YouTuber 史上初だよ、頭セットしないで動画始めるの。それぐらいね、衝撃的な内容だったんだよ。これ早く動画作んなきゃと思ってね、もう頭だってセットしてる場合じゃないと思ってね、もう速攻で作ってあります。ドカーンって感じでね、もうヤヤさんがもう太でちゃう、みんなね。はい、そんなわけでね、エリちゃんね、元気なおじいが解説したいと思いますね。その都市伝説のソース誰それね。そんなわけで、楽天アニミットお申し込みで誰でも5000円相当分のポイント還元ということでね、これがここに書いてあるようにね、楽天モバイルを初めてお申し込みいただいた場合ということで、これ楽天アニミットってね、これね、カッコ SIM って書いてあるよね。これ SIM の回線のお申し込みで、5000ポイントがついてくるキャンペーンになってます。で、どういう内容かというと、こちらね、楽天アンリミット5お申し込み特典、誰でも5000ポイントプレゼント。いいですか、誰でも誰でも誰でもです。誰でも誰でもね、ミニとか Wi-Fi ポケットが加減対象外になったら誰でもではないです。その前にミニとポケットは回線ではないですね。楽天アンリミットね、これは回線のことを言いますね。楽天のモバイルに頼むね、電話番号をもらう回線のことを言います。回線のお申し込み特典ね、ミニとかポケットの申し込み特典ではありません。そっちは1円で買えるっていう特典ですね。5000ポイントはあくまでも回線のお申し込みにくっついてくるキャンペーンになります、ね。で、条件の満たすのは、このね、回線、楽天アニミット5、要は回線、電話番号をくれます、070の、その電話番号の回線に新規でお申し込みか、もしくは、MNP ね、このチャンネルではマイナンバーポータビリティと言いますね。もうマイナンバーって中国にそのマイナンバーカードを移動するのかってね、どっかのね、いけないチャンネルでね、もう、おじいに返信ついてたね、本当ね。どっかの悪魔の YouTuber からね、返信がついてよ、本当ね。で、それか楽天の旧ね MVNO のドコモ回線、au 回線から乗り換えた方、この方が条件になります。ここにスマートフォンのスの字もありませんね、Wi-Fi の和の字もありませんね、あくまでも電話番号のついている回線、楽天の楽天モバイルの回線をお申し込み方、新規か乗り換えか移動か、これが対象の方です。この1、2の条件を満たした楽天会の方で、1がこれですね。で、じゃあ2はどうなのっていうとね、
対象製品、ね、楽天リンクが正常に起動できる製品を利用して楽天アルミット5を開通させてください。使える状態にしてください。かつ楽天リンクの利用、ね、通話ができる機能があります。 SMS を、ね、送る機能があります。その機能の使い方がわからないって、ね、言われちゃうから、ポイントあげる人は必死にどうやって使うのって、ね、5000ポイントもらえなくなっちゃうって一生懸命自力で調べるんで、ね、どうでもいいやってことになると、分かんない知らない、使う時に聞けばいいよってなるけど、それじゃ困るから、なんとかもう開通したらもう使うことを覚えてもらいたいって言うから、そのためには5000ポイントあげるよってね、それ使わないとあげないよって言うと、それ大変だ、5000ポイントのために1回使わなきゃってこうなるからね、それが条件になっているということになります。でただしね、このところに、これがありますね。モバイルルーター、楽天 Wi-Fi ポケット、A ターム2種類と楽天アルミットセットでお申し込みいただいた方は、楽天リンクの利用は必要ございません。ね、ということになります。なので、Wi-Fi を注文した方は、ね、リンクを使う必要はありませんよということになります。で、一方、ね、じゃあミニは対象外だよっていうのね、この楽天ミニ、ね、この楽天ミニのページのところにもすでにここにね、書いてあるよね、これね、プランとセット購入で、ね、1円だよってね、5000円相当のポイント還元、製品プラスプランセット購入場合、なんでかっていうと、ミニを単品で、買っても1円になりません、ね、回線と一緒にセットで購入すると1円になるというキャンペーンがあります。ただこの単品でミニを買った場合は17,000円だ、これね、これ17,000円になります。 Wi-Fi もそうだよ、あれ9800円だよ、回線と一緒に買わないと9800円、 Wi-Fi はね。で回線と一緒にセットにすると1000円になるよというキャンペーンです。でミニの場合は17,000円です、単品で買うと。回線とセットだと初めての方は1円になりますよって、どっちも初めての方の特典なんだね。12に該当する方の1が、ね、初めて使う方の対象だからね。で製品だ、その回線のプランに対して5000ポイントがついてくるから、このミニを買って回線もセットで購入すると回線のおまけとして5000相当のポイントがついてきますよということになります。これ、ね、なので、まとめると、5000ポイント還元は初めての方に回線のおまけとしてついてくるものであって、ね、Wi-Fi ミニに限らずスマホ本体のみにはついてきませんということです、ね。で、スマホを買わない回線単品の方もポイント還元対象です。いいでしょうか、ね、全員が全員ね、スマホとかルーターとセットで買う方ばかりではないです。SIM だけ注文をするのが、これが基本なんだよね。これが基本です。これが基本です。回線だけ、これが基本です。あくまでもセットはね、プラスアルファになります。基本的には回線屋さんです。これね、回線問屋、ね、と言います。これね、昔から。そんなわけでね、この件に関しておじいの言うことを信じられないっていう方は、このね、楽天スーパーボランティア、極悪ギャンギャンアドバイザーがいます、ね。スカイフォンだったら40508155、ね、楽天リンクからは、ね、0708335210、まあ、楽天リンクからでもなくていいけどね、楽天リンクからだったら無料ですよということでね、これが携帯番号になってます、ね。いつでも話せる YouTuber って、まあ、自称で言ってるんだけども、受付時間は午後のみ、ね、午前中はね、競馬の予想屋さんやってるんでね、もう忙しいからもうね、今日は午後だよ、ね、うん、あんたね、何レース、2レース、うん、3号とかしてね、こうやってやってるんで、午前中は忙しい、ね、そんなわけで、お昼ご飯食べながらね、もしもしってことができるからね、ちょうど午後からですからね、受付で連絡してみてください。そんなわけで、ここら辺にね、これに1個、ここで、置いとくからね、あと他のもおじいの子に、ね、置いてるけどもね、この件に関してね、おじいがこうやって言ってたけども、
私はミニとポケットは対象外って聞いたんだもん、納得できないわっていうね、そんな方がいたら、あ、こちらの方に連絡していただければね、ごかくやんやんアドバイザーがね、納得のできる説明してくれると思います。これでね、ここに連絡して、あ、そうだよ、ミニとポケットは対象外だよって言ったらね、どうしようね、そうやって言われたらどうしようね、不安だね、ほんとね、だから、あ、ご自身でね、しっかりと確認なさってください。はい、それだけでね、今回はね、エリ様からね、かわいいかわいい最新都市伝説をいただきましたね。もうおじこの後ね、急いで頭洗ってこうセットしてね、今日の動画作りスタートしたいと思います。初めてだよ、おじこな爆発だな、こんなほら爆発した状態でね、ほんと愛しちゃってるかーいっていうね、そんな YouTuber だったらこのままでいいかもしれないけど、おじちょっと違うんでね、ほんとね、こんな状態でピュッ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 知らないからね。はい、そんなわけで、今回の動画終わりたいと思います。参考だった方はグッドボタン、暇つぶしになった方はいいねを押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。またね、バイバイ。